キャッチクエスチョンズアカデミー番外編となります。この番組では視聴者様からいただいた意見などをもとに iOS 開発のヒントになるようなことを、お送りさせていただいております。なるべく、アドリブで生々しい情報をお伝えしたく、一発撮りで、挑戦させていただいております。ですので、マル秘エピソードとか、裏話、業界の裏事情とかそういったものを滑る可能性もあります。通勤通学、家事、運動など、聞き流しながらでも結構ですので、聞いていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。はい、では本日はですね、アフターコロナの、売れるアプリについて、お話しさせていただきたいと思います。で、結構コロナによって結構在宅とかでこう仕事しなきゃいけないだとか、それから外出がなかなかできなくなってくるというような感じで、結構社会的に結構変革を求められているような、そんなような時代にこうなってきていて、結構人々の価値観っていったものも、これを機にものすごく変わってきている。これは世界レベルで変わってきていると思うんですね。なので、この節目に、今後、この後こうどういうようなアプリが求められてくるかっていったことについてお話しさせていただきたいと思います。で、やはりですね、アフターコロナ前から、アフターコロナ前っていうのはおかしいかな。コロナの、このショックが来る前から、もともと求められていた、これからの時代来るかなと言われていた技術としては、やはりこの2つはあると思うんですね。まず 5G、それから AI。これは前々から言われてたと思うんですけど、これにやはり新しいこの、価値というようなものがこう出てきたのが、私はこれだと思うんですね。リモートですね。はい。遠隔系のアプリですね。で、実は私、ホームページの方で、アプリ販売させていただいてもいるんですけど、結構ダントツにこのリモート系のアプリが結構売れてますね。で、いくつかiPhone 同士でコミュニケーションさせて、動画のスイッチを入れたりだとか、結構簡単なアプリなんですけどね。音楽とかをこう iPhone 間でこう遠隔で操作して再生させるとか、単純なアプリなんですけど、にしてもこのリモートの技術、特に海外から結構一緒になんかこう仕事しませんかみたいなメールとかもなんか来たりもするんですけど、とにかくこのリモートのニーズ今すごい高まってきてるような感じもします。で、この3つ、5G と AI と、それからこのリモートなんですけど、これがどういうようなこれから進化を遂げるかといったところなんですけど、やはり動画ですよね。これは絶対来ると思います。動画の時代。はい。で、中でもこの 3D ですよね。はい。で、今ホットなのがやっぱりこの VR、バーチャルリアリティですね。実際の現実の空間に、バーチャルな世界も少し取り入れるような、一時こう流行ったポケモン GO とか、そういったものもそうですね。この VR の技術ですよね。で、これが、よりどんどん進化していくのかなっていうようなところがあります。なので、この、動画、この特に VR ですよね。これとこのリモートの技術を組み合わせたような、そういったアプリが今後ちょっと求められてくるんじゃないかなというようなところがあります。なので、この辺の技術をよくこう勉強していくっていうようなところが、これからの、iPhone アプリ限らず、どのウェブ系のアプリ開発している人にも言えることだと思うんですけど、この、リモート技術ですよね。この辺あたりはよくこう極めておいた方が、今後のため、よろしいんじゃないかなと思ってます。そこで具体的にじゃあどういったビジネスが今後伸びてくるかなっていうようなところなんですけど、これは今現在、リモートとかではない、ものが常識として考えられていたようなところ、そこに、新しい概念が来るっていうようなところが非常にこう、進化ですよね。がなされるところでもあると思うんで、やはり
ショッピングですよね。ショッピング。はい。これは間違いなく、特にファッション系ですよね。はい。これ系のアプリは、ひとたび出たら、もう大ヒット間違いないと思いますね。在宅で、例えば洋服だとか、そういった家具だとか、そういったものが 3D で、ね、バーチャルリアルって自分の部屋にこう、飾ってみたりとか、それからサイズとかそういったものを分かるみたいなことができたら、ものすごくこう革命が起きると思うんで、これが、一つできたら、大ヒット間違いないかなと思いますね。それから、HIS とか結構、大打撃受けてると思うんですけど、海外旅行、はい。大打撃受けているからこそ変革は求められると思うんですよね。なので、これに関する考え方とかも結構変わってくるんじゃないかなと思いますね。例えば、バーチャルリアリティで家にいながら、海外旅行とかできるようなことが、もしできるって言ったら、これもまた全く新しい概念になってくると思うんで、結構大ヒットするんじゃないかなって。海外旅行の VR なんていうのは、おそらく今HIS とか全然お客さんいなくて火吹いてるような状態ですからね。これにこの概念を取り入れたら、ものすごい救済できると思うんですよ。で、HIS も、に限らず他もいろいろ旅行代理店今かなり打撃受けているので、例えば旅行行きたい人は中に結構いると思うんですよね。だけどコロナでちょっと行けないっていうような人。なので、旅行代理店の方が代わりに海外旅行に行って、で、VR で例えばすごい綺麗な海だとか、森の中だとか、あとは世界遺産だとか、そういったものを、映像で、お客さんにお届けするみたいなことが、もしできるとしたら、これもまたものすごく革命が起きると思いますね。今これでしたら、旅行代理店、ものすごく救済できると思うんですよね。なので、今これ必要な技術だと思うところでもあるんですけど、ただこれから、まだ 5G が普及してるってわけでもないですんでね、これから、こういうところが進化してくるんじゃないかなとも思ったりもしてます。はい。それから、次、やはり定番といったら定番かもしれないですけど、婚活だとか、出会い系のアプリとかですよね。これも、ものすごい進化する可能性ありますね。やはり、今、こういったコロナとかで、結構人々の交流とかができないような状態で、特に結婚式とか、そういった式場とか結構今閉鎖されちゃったりして、全然結婚式とかできないとか、そういうのもあるみたいですからね。こういうところですよね。ここも間違いなく、なんすかね、こういう IT 系が出ると、最初は軍事系がものすごい起爆剤として進化するんですけど、その次にまず来るのが、この大体こっち系の、婚活は出会い系とか、こういう系が進化するところがありますんでね。間違いなく、これも次来るんじゃないかなと思っております。それから、不動産ですよね。不動産も、これからの、アフターコロナリモートエース 5G とかその辺の動画とかそういうのでものすごい進化するんじゃないかと思いますね。で、やはり物件とかちょっと選ぶときとか、やはりわざわざそこまでちょっと行けなかったりしたりだとか、あと急に転勤とか決まったりとかしたりすると、なかなかその物件とか見に行けなかったりするようなところもあると思うので、それが VR とか仮想空間で、どのぐらいの間取りだとかそういうのが見えるとかになったら、これもまたすごいサービスになると思いますね。はい。で、あと日本の将来、これ少子高齢化とか期待していて、かつ子供とかは日本で少なくなってきているにもかかわらず、結構保育施設とか不足しているとかそういったところもあり、この辺も来るかなと思うのが、ロボット介護。はい。介護ですね。はい。これ、介護に関するニーズは、絶対、今後も来ると思うんですね。ロボット、AI とかその辺を助けなくして、この少子高齢化乗り越える、日本が乗り越えるというのはまず不可能だと思うんで、もう全然人材も不足してきてますんでね。それから保育ですよね。で、この辺、
もちろん人じゃないとできないっていうところがあると思うんですけど、少なくともこの人材不足を、解決するには、やはりロボットによる何かしらの、ただ話し相手だとか、あとは特にこの保育ですよね。子供がなんか変なことを家でしてないのかちょっと監視するためにこう見守るっていうような意味合いでも、結構今ロボットの動きとかもものすごくこうね、動物らしく人間らしく動けるようなものが今できてきてるんで、それをこう遠隔でこう監視したりするっていうようなことができるようになってくると、結構この辺のニーズとかも満たされるようになってくるんじゃないかなとは思っております。で、結構 5G とかそういったものがこう通信技術が強力になってくると、ものすごいこう細かい動作とかの通信情報、大量な通信情報を遠隔で送るなんてこともできるんで、なので、この辺はやはり今、必要ですよね。日本に今必要な技術ですね。なくてはならない技術になってくるんじゃないかなと思ってます。で、最後に、必要なのはやっぱりスクールですよね。今もう出てきてるのがスクール。はい。リモートでの学校とか今こう出てきたりしてまして、まあ、試しというかもう本番になってると思うんですけど、これ、今後コロナのこの収束が収まっても、この価値に結構気づいてしまう人がいっぱい出てくるんじゃないかな。何も通学とかさせなくても結構いいんじゃないかなというようなところがありますね。で、こういったことで、やはりリモートでの教育っていうのが今後もどんどんこう出てくると思います。で、特にこう、一番恩恵を受けそうなのは、やはり人の動きだとか、そういったものを、教える類の、例えばダンスとか、その辺とかですよね。はい。この辺の、レッスンとか、ヨガとかもそうですよね。はい。こういうようなところが VR でどんどんこう普及してくるんじゃないかなと見ております。以上いろいろこう、具体的な、これから伸びるような、ビジネスについてお話しさせていただいたんですが、やはり、キーワードになるのは、SNS だと思うんですよね。で、なんやかんやリモートといっても、人と人のつながり、このコミュニケーション、はい、コミュニケーションですよね。ここが、一つキーになるかなと思うんですよ。リモートで、結構実態的には、人と人が離れるような結果にはなってしまうんですけど、だからこそ、この生々しいこのコミュニケーション、こう、維持する、生のコミュニケーションを維持するっていうような意味合いが、これからも、求められてくると思うんですよ。なので、この VR ですね、実際に合ってるような感覚、それをこう、維持する、技術ですよね。その辺がこれからちょっと、求められてくるのかなというような、感じもします。で、やはり、ここの、コミュニケーションの中でも、これからこう、アフターコロナの、次ぐらいにこう来るかなっていうようなところなんですけど、私的にはやはり何も日本のみならず、この世界的なレベルでの、つながりですよね。ここが一つこう出てくるかなと思います。それはおそらくなんですけど、翻訳もものすごい進化すると思うんですね。今までには考えられないぐらいの、情報量の通信が高速でこう世界レベルで行き来できるようなものになったら、翻訳技術とかそういったものものすごい向上すると思うんですよね。その演算の速さとかそういったものもものすごい速くなると思うんで、超高性能な、大型の、CPU を持つような、マシンですね。それを一個どっか拠点に置いて、そこと通信させるだけで、こう、クライアントの端末とかをこう操作するっていうのになったら、ものすごいハイレベルな翻訳がこうできるようになってくる、瞬時に。そうなってくると、世界が、日本のみとか国内で考えない方がいいかもしれないですよね。世界で繋がると思うんですよ。例えばインド人とか、どっかのね、中東のイラクの人とかと、本当に日本語で話すぐらいの感覚でコミュニケーションが取れるような、そんなような時代がもしかしたら来るかもしれないんでね。そういうようなことになってくると世界が繋がると思うんで、
なので、世界がもうつながるっていうような感じで、これからちょっと考えていった方がいいんじゃないかなと思っております。で、まあ、世界がつながると今後どうなるかなっていうようなところなんですけど、そうなってくると、やはり、通貨ですよね。通貨も、おそらく一元化するんじゃないかなと思っております。で、私今結構注目したのは Facebook ですよね。Libra。はい。これ今まあ、トランプ政権に結構まあ、Facebook 関連ちょっと叩かれたりしてるところがあるんで、まあ今はちょっとあまりこう、まあ、いじめられてるところはあるんですけど、ザッカーバーグとか、米国の政府にはちょっと煙たがられてるところがありますんでね、まあ、ザッカーバーグ自体が将来大統領になりたいみたいなことをちょっと言ってたのか、なんか、話題になってるのかちょっとわかんないですけどね。まあでも、彼がもしかしたら、アメリカの大統領とかになったとしたら、まあこれ間違いなく実現するかなと思うんですよね。世界通貨。もう円とかドルとかね、ユーロとかそういうレベルではなくて、そういうのを全部まとめられて一つの通貨になるような、そんなような時代なので、この世界のコミュニケーションが発達して通貨が一つになったら、もうおそらくやっぱり地球一つとしてこう考えていった方がいいんじゃないかなと思います。なので日本国内で売るためだけのアプリみたいな、そういうようなものではなくて、常にその世界で売れるようなアプリ、そういったものをこうどんどんこう開発していくっていう姿勢がこれから大切になってくるんじゃないかなと思っております。まあ、こういうのが出てくると、まあ、新しい保険とか、そういうのもこう出てくるかもしれないですね。新しい保険とか。それからお金の、ね、追跡記録とかそういうのも技術とかもこう発達してくるんで、ブロックチェーン技術とかそういうのもなると思うんでね。まあ闇金とかそういうようなものも、おそらく、淘汰されて消えていくんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ闇金がこういうのが消えてきたりすると、今度はなんか新しいタイプの謎金とかそういうのが出てきそうな感じもしますけどね。はい、それはちょっとわからないんですが、とにかくこうお金に関しても、これからどんどんこう革命が起きるんじゃないかなと思っております。はい。で最後に、はい、これからまあ、このような時代で、まあ、可能性はそんなにこう、まあ、今まで話したよりか、ちょっと、ものよりかはちょっと低いかと思うんですけど、これからもしかしたら、発達するんじゃないかなっていうようなところの技術としては、まあ、自動運転は、一般的だと思うんですよね。はい。これは間違いなく、これから出てきて、タクシー業界とかも変わると思うんですけど、私は自動運転、車よりもちょっと注目してるのが、これは実際当たるかどうかは分からないですけどね、空輸ですよね。はい。で、特にドローン、はい。この辺による、今、アマゾンが一部ドローンとか使用したりしてるっていうような感じでやってますけど、まあ、AI の技術とかが発達して、かつ、かなりの情報量を遠隔でこう、動かせたりだとか通信できたりとかすると、より安全な飛行技術っていうのがより可能になってくると思うんですよね。そうなってくると、この空輸のドローンですよね。この辺も結構これからちょっとヒットするんじゃないかなというふうな感じで思ったりもしてます。それからもう一つ、ここ私ちょっと個人的に注目しているところなんですけど、これも将来ヒットするからちょっと可能性は五分なんですけど、ウェアラブですよね。ウェアラブル。はい。まあ、アップルウォッチとかその辺とかでも思うんですけど、まあ、主にこの健康っていうような感じで、今、アップルとか結構訴求しているところがあると思うんですけど、私は健康よりも、このウェアラブルの価値は、私はお金とか、ID にあるんじゃないかなと思ってます。結構アップルウォッチでティム・クックとかこの健康重視してるっていうのがあるんですけど、そっちよりも私アップルウォッチ結構使うのは、例えばスイカだったりとか、まあそういったところですよね。あとまあ結構バーコード、二次元バーコードとかで、このなんか自分の名刺みたいなのを交換できたりもこうするようなところがある、ところもあり、ここら辺がウェアラブルと結構相性がいいんじゃないかなというようなところです。ただ問題なのがやはり充電なんですよね。はい。もしこのウェアラブル系が無線充電ですよね。で、もうほぼ
充電なんていうようなことを気にしないような、そんなようなもの、例えば家の中にこうほったらかしでほっといても勝手にこう充電しちゃうとか、そんぐらいに発達するぐらいの、充電のこの技術が発達したら、おそらくもうほぼお金とか ID とかその辺の類として十分に役割に合ってくると思うんで、このウェアラブル系の端末に関しては。なので、この辺ももしかしたらちょっと進化、これから進化、ヒットするものになるんじゃないかなと思ったりもしております。キャッチクエスチョンズアカデミー番外編は以上になります。最近YouTube のコメント欄や、Twitter などからのご質問をいただく機会が増えてまいりました。Twitter とかの場合でしたら、メンションの、いわゆるアットツイートですね、それでご連絡いただけると嬉しいです。すべてお答えできないかもしれませんが、できる限り、時間の許す限り、頑張らせていただきたいと思いますので、ぜひ今後とも番組のフォロー、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴のほどありがとうございました。